皆様おはようございます。ようこそブラバトニック公共政策学院にくださせていしました。ありがとうございました。私はこの学校のエクスターナルリレーションを担当しております。 我々は今日稲森フォーラムにおります。これは稲森和夫氏、京都省の創設者であります稲森様によりまして創設されたフォーラムであります。そして稲森財団とのパートナーシップで、オックスフォードでの京都省を開催させていただいております。そして様々な分野からの、顕著な業績を残した方々に賞が与えられております。 今日は、ヤコベ・クリニッツァ氏に、京都省の二つ目の記念公演、柏シ博士にお願いしたいと思います。それではお願いいたします。 まあ非常に嬉しく、また光栄に柏原博士を紹介できることを嬉しく思います。えー、今回、京都大学の数理研究学者におられております。1974年に、えー、卒業されまして、 京都大学の数理研究所の所長、そして現在国際数学協会のバイスプレジントを務めていらっしゃいます。そしてその後、たくさんの賞を獲得されています。イアナガ賞、藤原賞、そして佐伯ちゃん賞も得られ、そして京都賞を獲得されました。 カシワラ博士、カシワラ教授は、数学者の中での第一人者という申し上げることができるでしょう。20世紀後半、そして21世紀初めに、顕著な貢献をされた方です。私がしております仕事といいますのは、カシワラ博士の展開がなければ、可能ではなかったと言っても過言ではないでしょう。そして D 科群について、それから、 カシューダーリヒスティックの法則など、まあ、様々なグローバルコンテンツグループ、マイクロローカルの層について、えー、非常にたくさんの貢献を数学の分野でされています。そして、喫下に関する表現、代数、喫下、そして、台数の解析など、 わまあ数学私も含めまして数学の学会すべての人がカシワ博士の素晴らしい業績にいい嬉しく思っております。柏シ博士は本日台数解析の50年というタイトルでお話をいただきます。では柏シワ先生お願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。 私はここでお話、ここでオックスフォード大学でできることを大変嬉しく思っております。京都賞の記念講演をさせていただきます。このお際にいろいろ思い返して見たのですけれども、過去50年間の私の数学研究の歴史です。そして。 どれだけ周りの方々に助けられたかそしてどんなに素晴らしい機会に恵まれたのかということを痛感いたしました。ということで1955年、えーえー、に、えー、東大に入りました。 そして59年に数学科専攻にをしたわけです当時は数学者になるということを考えておりませんでしたしかし私が数学者になろうと思ったのは佐藤美紀夫先生と1968年 お会いしたことでございます。佐藤先生というのは外性か代数解析の創始者です。数学は三つの分野、代数、幾何、解析に分かれます。代数というのは、代数というのはですね。 数ごめんなさい。ちょっとあのスライドがうまくいきませんでした。この写真は私と佐藤教授です。お会いしてから2年後の数写真です。で、数学 というのは台数、幾何え、そして解析の3つに分かります。台数というのは数と演算などです。え、そして数字だけではなくえその拡張。え、行列とか。この場合はこのえあるいは掛け算。 そしてそれから幾何ですけれども図形ですここには二つの図形がありますそして解析というのは関数というものです関数というのは空間のそれぞれの点に 価値え、値を与えるというものでありますそして後から台数解析の話をしますこれは佐藤先生が始めたものですけれども今は解析の 奥に秘められた秘密をですね、台数を使って解析するというのが台数解析ですということで佐藤教授は本当に天才的な数学者です彼が佐藤の超関数ということを1950年代後半に導入しましたこの超関数の を中であります。東京大学の千九百六十年の台湾大談話でこの話をしました。で、D 加群というのは台数の対象ですけれども、D 加群を使うとこれは台数だけれども解析につながるのではないかという話をしました。 それで結局台数解析に到達したわけですこれはですね小松先生のメモ書きなんですけれどもこの談話でですけれども佐藤先生が D 家群の重要性を指摘なさいました。えー それで小松教授は当時はアシスタントでいらしたわけです准教授でしたで彼はこの佐藤長官数の研究を続けられます1967年に私があ 学生になった時に先生はアメリカから帰っていらっしゃいましたでそして佐藤長官数に関する講義をなさいました私はそのコースに参加しましたけれども素晴らしいコースでしたまた1968年春佐藤教授 それからと一緒に小松さんが台数解析ということを発表しましたここでは佐藤先生と小松さん佐藤さんが左側小松さんが右側ですこれは朝日賞受賞の時の写真です佐藤 先生が超局所関数の説明をなさっている図だと思います。毎週セミナーで1時間のレクチャーをいたしました。で、で人々はですね、どんどんその途中でも質問をして、大変活発なまあセミナーでした。 川合先生は私より先輩でした。修士号1年目をやっておりましたけれども彼はもうセミナーの主なメンバーになっておりました。で川合先さんが私に強く参加するようにと勧めたのです。それれでで私ははこここに参加したわけでありますこれは 私のの数解析の初めでございますまたそして数学者になろうと思ったのもこの時であります69年の初めの頃に佐藤先生が画期的な超局所関数という素晴らしいアイディアを持ち出したんですね。 えと例えば野球でいうとホームランみたいなものであります。で当時私は佐藤さんと河合さんと共同研究をするようになりました。それが私のキャリアの始まり数学者としての始まりでした。また同時に私のの大学院での 指導監督は小平先生でした。えーえー、大数幾何ででございます。小平さんも素晴らしい、えーえー。数学者でフィールド賞受賞者です。二十世紀の大数幾何。 に大きな貢献をしましたアメリカで活躍されておりまして67年に日本に帰ってきたばっかりという時でございましたここに小平さんとアヒルゼブルフ教授の写真がありますこれは当時撮った写真ですえっ、ー、と数学、えー ええ、学部のコモンルームで撮ったものであります。で、当時フィリップグリフィスというのが。いろんな、あプリ、えプリント。ええ、周期写像の関してですね、前。 のように送ってきてき小平さんは全く呆きれていたんですけども小平さんに送ってきていたわけですね。でこのフィリップ・グリフィスのペーパーをですねでも小平さんとはこの1学期間だけお願いしたわけです。で私は 佐藤さんと河合さんの下で超局所関数の勉強を本格的にしたわけです。で70年に佐藤先生はリームズに移られました京都大学の数理解析研究所に移られましてその翌年1971年に私は修士を終了いたしまして。 1971年のことです。そして私も京都大学の数理解析研究所に助手として移りました。その後数年間は私は超局所解析の建設に佐藤先生そして河合さんと共に熱中いたしました。そしてその成果は250ページの論文となりました。 そしてそれが谷口シンポジウムの報告集に収録されました。それは出版社スプリンガーから出版されました。こちらにありますのがその報告集に、こちらがあのその時のカタタの谷田シンポジウムで行われた時の報告集がこちらです。 まあ、この写真ではちょっとお分かりになるのが難しいかもしれませんけれども、まあ、非常に、えー、分厚いものとなっておりまして、えー、4、5センチの厚さとなっております。そしてこの論文は SKK として知られております。それは佐藤、河合、柏原の3人の頭文字を取っております。この時期に、えー、佐藤先生、河合さんと一緒に数学をできましたことは、 まあ私の数学での人生にとって非常に大きな糧となりましたそしてこんな頃どのように新しい数学を想像するのかということを学んだわけですこの当時私たちは佐藤先生のオフィスでセミナーに明け暮れておりました 私たち3人は佐藤先生のオフィスに毎日午後に集まりまして、前日からの各自の研究の成果を報告し合いました。そして、それに関しての討論を重ねるということを行っておりました。まあ、そういった形で進めておりまして、 当時、佐藤先生のオフィスといいますのは、東側が京都大学理学部の植物園に面しておりまして、その向こうには大文字を望むことができるという、非常に景色の良いオフィスでありました。こちらがその写真になります。非常ににによよくく知知らられれたた京都ではよく知られた山になっております。ここに まあ夏になりますと火をつけて大の字が出るという場所になっておりますそして夜になりますと数学の話を夕食を取りながら続けておりましたで我々はいつもは大学の近くの銀線という食堂に行っておりましたこの時期に京都といいますのは長局所解析における世界の中心でした まあ私たちはその超局所というアイデアを駆使いたしまして、まあ世界の最先端を走っていたと言えます。まあ私が非常に大きな幸運であったと思いますのは、この時に佐藤先生に学び一緒に仕事ができたことがとても良かったと思っております。それでは佐藤先生の内容を少し学んでみたいと思います。 これがまあ私の数学のベースになっております。もちろん数学者でない方にもお分かりいただけるようになるべく簡単に説明させていただきたいと思っております。まず関数ですけれども関数といいますのは時間や空間の各点に数値を対応させるやり方を言います。例えば電車で移動しているとしますと各時刻に 列車の速度を対応させまた今オックスフォードにいると仮定しましてその t で表しております温度そして p が場所になりますとそのオックスフォード市内にその各時刻と時間地点を対応させますとこれもやはり関数になります。 えー、そしてデルタ関数というものがございますが、デルタ関数と言いますのは、その数値が0、つまり原点では0でありますけれども、y、えーまあ、ある時刻、例えば原点が x は0ですと無限大ですけれども、その他の時には0の値を取るというのが関数です。ですので、 ある時刻に例えばこう静寂を破って大きな音が聞こえパッと止むというのがあ、まあ、デルタ関数の禁止と言えるのではないでしょうこんな感じですね。で、えー、パッと無限大に上がってまたゼロに戻るとそれがまあデルタ関数と言えると思います。 ですので、まあ、デルタ関数と言いますのは、まあ、あのー、通常の意味での関数ではありません。ですので、これを、数学ではどういうふうに解釈したらいいのでしょうか。まあ、これをどう解釈するかというのが、20世紀初めには非常に大きな問題でした。フランスの数学者であります、ローラン・シュワルツがこれを解釈しています。 そのまあ超関数というやり方で解釈をしました。で、そしてその超関数といいますの、佐藤先生は全く新しいやり方で解釈したのです。まあそれが佐藤の超関数ということになります。それではちょっとこの図をご覧ください。これは一つの例になります。デルタ関数を禁止していく例です。 まあ、関数を考えてみましょう。x の関数です。イプシロン割る x の事情プラスイプシロンの事情。そしてイプシロンが、まあ、小さい数、えー、と考えます。あイプ y って言いますのは e という数字で表されますが、これは小さな数を,しを表します。そしてこのイプシロンが0になりますと、この関数イプシロン えー、割る x の2乗プラスイプシロンの2乗というのはどんどん小さくなりますけれども、まあ、ますますゼロに近づきになりますけれどもゼロのすぐ近くでは大きくなっていきますですのでここにありますグラフをご覧ください緑色のものこれが最も低い数値になりますでこれがイプシロン、えー、マイナス こちらはイプシロンの数値が0.15になります。そしてまたこのグラフをご覧いただきますと、数値が変わることによって、どんどん原点での高みが高くなってまいります。ですので、無限大まで伸びていくという形になります。ですので、この関数、y、イプシロン ÷x 次乗プラスイプシロンの次乗 と言いますのはまあデルタ関数にまあなります。そしてこのデルタ関数どこから来るのでしょうか。どのように解釈したらいいのでしょうか。まあ佐藤先生はこの関数を非常に革新的なアイディアで解釈されました。その方法と言いますのは実数 を複素数に埋め込むという方法ですこちらにありますように黒い線がありますがこれは実数の空間になりますそして上半平面この緑色の部分ですねそして黄色の部分が下半面になりますそして実数の空間の中で 複素数に囲ままれていると言えますですので、まあ、実数と言いますのは、まあ、普通にまあ見える世界を描くために生まれた数と言えます。そして、えーまあ、複素数で現れる世界というのは見えないのでそれに非常に分かりにくいものでございます。 しかしながら、数学を考えたときには、複素数といいますのは、実数以上に重要な数です。それがなぜかと申し上げますと、まあ、多項式の方程式というのは、必ず複素数の範囲では解けるからです。まあ、例えば、x の次乗 -1 は0というものの2つの答えが実数の解には出ます。でも、この x の事情プラス1という方には、時数の方では、本来の答えがありません。そして、複素数の方まで解を伸ば考えますと、i とマイナス i という答えが出てまいります。これが意味するところといいますのは、多項式の因数分解プラス、つまり、x の事情マイナス1 x、x 1> の1というのはこれが x プラ x- i と x プラス i になるというものです。こういうことになりますので、複素数まで数を広げると、実数の範囲では複雑であった状況が透明で感明になるということになります。 これが数学的な考え方の一つということになります。そうしましたらじゃあ x の方ですねこれを見てみましょう多項式ですね x と x 二乗プラスエプション2というものですけれども。 えー、えー、x プラス次乗、えー、プラスエプシロンの次乗分のエプシロンというのは、えーえー、i を2で割ってその括弧の中をかけるというものになるわけであります。そして、えー、最初の方が 真ん中のところですそしてここに書いてあるようにデルタ x デルタ ×x っていうのは x+i0 で1を割ったものから x−i0 分の1。 というものを Z 分の I で割ったものということになりますということですのでこれが境界値であるということになるわけでありますそうしましたらデルタ X というのが 二つの関数の境界値ということになります。で、上半面というところが x プラス i イプシロンの値であります。そして下の方というものが x マイナス i イプシロン、え黄色い部分ですね。で割ったそのデルタ 関数というのはこの2つの境界値の和あるいは差ということになるわけです。一般的にですから上半面と下半面の値の和あるいは差ということになる。これがデルタ 関数を近似的にに表していいいるるとととうことになるかと思いますですから、えーえー、実数を複素数,数に埋め込んで考えるのは代数では古典的な考え方ですが解析で行ったのが佐藤先生ということになります。 ソリューションがでこれは線形偏微分方程式においても非常に有効に使われるわけであります。この変形線形偏微分方程式も複素数の空間ではきれいに解けるわけであります。この定理を用いれば。 複素数の世界での解は大変分かりやすく出る、えー、原理的には複素数の複素の世界での解から実の世界の解の状況が分かるわけであります。えー、この線形変微分方式えが本当にうまく 解けるわけでありますで、これはコーシー・コアレスカや定理にもよく分かっておりますこれはコーシーとコアレスカワの写真でありますソニア・コアレススカワというのは女性数学者あ。 の草分け19世紀の人でありますこの定理だけではなく彼女はコワレスカやスピンとか他のことでも有名でありますこうしコワレスカや定理を使れまして 複雑な世界がシンプルに分かるようになります。えー、この境界値を使いますと、複素の世界での界から実の世界の界の状況が分かるということになります。 実世界に複素の世界から入ってくるのは艦隊ではないんです。でそれで大数の助かが必要ということになります。複層から実にに移るためには層の聴局所 研究ですねピエール・シャピラとの協力共同研究ができるまではこれはできなかったわけです。ということでもう一つのお話をしたいと思いますここでですけれどもこの D 家群の話ですけれどもこれは私の京都賞受賞の 対象に書いておりますのでこの D 家群が何かということを皆さんに簡単に説明するのは難しいんですけれどもなんとかやってみたいと思います。とかか感覚的ににるように 分かっていただけると嬉しいと思います。えー、線形代、えーえー、微分方程式というものですね。こういうものは、えー、高校大学でまあ習うと思うんですけれども、は、えー、います。 AX プラス BY は P そして CX プラス DY は Q ここで ABCD といいますのは定数になりま一定数になりますここでの質問といいますのはこの一定数 P と Q もしそこに X と Y という数字が成り立つとする成り立つこの方程式成り立つのかどうかそしてもしそこに解 答えがあるのであれば非常にユニークではないか、まあ、そういった質問の方程式になりますそして、えー、線形台数ではその問題といいますのはこのようになりますますず最初に実数を導入します。 それは R で表されます、まあ、R というのはその実数、英語で言います、リールの頭文字になります。そして、R は実数のペアということになります、X と Y ですね。そして、時に V という数字文字を使うこともございます。 でですのでここでのマッピングといいますのは R の範囲を見るものになります。そしてまた別のペアを見ます。L または B。まあ、そのイメージの B。 をまあ、マッピングの L で、えー、を使って行いますそうしますとここでこのマッピングの L を定義してみましょう LB は AX プラス BY そして CX プラス DY ですのでこういった言葉を使って進めますとここでの質問といいますのはこの方程式 LP というのが答えがあるのかどうかということです これは言い換えますとこのマッピング L というのがオントゥなのかのかオントゥが何を意味するかと言いますと、まあ、LV のイメージが全ての R 事情をカバーするのかということです。まあ、ここでの、まあ、答えが実際にあるのかどうかというのが そしてまたこの、この答えの得意性というのが、この1 2 1にの特性につながるのかどうか。この121って言いますのは、L of B が L of B ダッシュに意味する B は B のダッシュこの o n to または121というものをこのマッピングエールのために見せるということが、比較的シンプルです。それは、 それが線形、えー、性があると言えるからです。ですので R の事情と言いますのが、えー、B X y とそして XY プライが その和になると x プラス y と x とプラス y。そしてこの r の事情の要素がまた掛け算積によって、次、まあ、数によって表すことができます。でですのの、まあ、CB というのが その構成要素を使って考えていきますと CB が、C、X と CY となります。こういった円、まあワット積ですけれども、この R の事情がある一定の行為を成り立たせます。ですので、これで私たちは R の事情というのが、ベクター空間を表すと言います。 そしてここで言えるのは和と積を保持していると言えると思います。ですので、ビクターで B とプラス B プライムはそうしますとその和が保存されると言えると思います。ですので、このマッピング L の線形性というのがこちらにありますけれども。 ここに書かれていますのがこの線形での答えがあるのかどうかという質問について考えましたけれどもこれは非常に明快なシンプルな答えがあると言えるでしょうそして次にこの連立一時方程式を超えた部分を考えていきたいと思いますそれは線形微分方程式と言います そして、ここで考える方程式といいますのは d、d 割る dx ux は fx または d 割る dx プラス1は fx ということになります。こうしますと、関数、F 関数はある一定のものとなっておりまして、そして UX というのが未知の関数となっております。それが今考えている内容でございます。ですので、シンボル D 割る DX と言いますのが、回数関数 X と関わっているわけです。こういった方程式と言いますのは、 ああ線形、えー、一次、えー、線形代数線形,線形、えー、方程式のお拡張型と言えると思います。ここに比較があります。ax プラス by は p、cx プラス dy は q というもので、えー、こちらが、えー、線形代数の中にございます。 ここでの数字 A, B, C, D と言いますのは、微分演算子の D 割る DX と D 割る DX プラス1になります。そして実数 X の Y と言いますのは、未知関数の UX に対応します。そして P と Q と言いますのは、FX という関数。 ですのでこういったあいいえ、まあ、こういったあ線形台数と台数解析といいますのはあこのように対応しておりまして次の表のようにまとめられます。えー まず、えー、線形台数というのがあ台数解析そして、えー、一定方式があ線形微分方程式そして実数があ線形微分演算そしてベクター空間というのがベクターとそしてこの和を。 と積を実積で実実数で表すことができます。そしてここで対応する関数がありまして、ここでの積微分演算子を使うことができそれが。 積、まあ、そして D 加群の中で考えていくことができます。D で D と言いますのは D 加群もちろんこれは微分から来ているうおります。そして数学では D と言いますのはあそのお微分演算のお合計という意味で使っております。でですのでこのこ D モジュールがその微分演算で表されるものを見ます。まあ、こういった考え方がまあ D 加群と言えると思います。そして D 加群の考え方と言いますのはまあ非常に重要なものとなっておりまして台数解析の基礎となっておりますですので、まあ、先ほども申し上げましたけれども1960年に 佐藤氏はすでに D 科群の重要性をお話になりましたこの東京大学の数学での講話でお話をされましたそしてこの時に D 科群の重要性を指摘されていたとそして私がそれを実際に使えるような形にしていったと言えると思います まあその時の理論といいますのはあ構築したのですけれどもあそれをまあ実際にどのように応用するかという機会になかなか巡り合うことができませんでした、えー、ただその機会といいますのが1979年に訪れましたその頃はパリに滞在しておりました そして数学者のジャンルック・ブリリンスキーという人がおりまして、彼が私と会いたいと言って参りました。まあ、非常に面白い話があるよというわけです。それで彼と会うことにいたしました。 ですので、私は彼のアイディアを、ルレージュ州という、ウルレジュ州というパリ大学6、7の近くにありますカフェでお会いすることになりました。これが、そのカフェの写真になります。もう今は存在しないと聞いております。 が、このカフェで、えー、彼が、あ、彼のアイデアを説明してくれるのに、このカフェでお会いしたわけです。で、まあ、その時に彼が話をしてくれましたことと言いますのは、ちょうどその前年に提出されておりました、カジュ重弾リュースティヒ予想の話でした。で、その時に彼が言うには、その証明をするのに D 化軍が使える可能性があるというわけです。で、 この思春といいますのは非常にうまくいきまして D 化軍が非常に大きな役割を果たしましたそしてそこでの問題といいますのは答え というのがまあ果樹断流して非多公式という呼ばれるもので与えるだろうということなんですね、えー、まあその予想というのが標準表現がどう規約表現に分解されるかという問いの答えが必要なわけですそれを少し例え話で説明してみましょう表現、えー、標準表現というものは分子に例えることができます 分子そして分子はいろんな原子が集まっているわけでこの原子に当たるのが規約表現ですで問題はですね分子にいくつの原子が入っているかというのが問題ですこの数を予想したのがカジュダン・リュスティヒ予想と言えます 規約表現の中に標準表現が入っているということになりますもともとカじュタンリフティ多項式というのは機械を使って得られた わけであります。で、D 化群というのは基下と代数をつなぐ手段になります。で、カジュナリステ非多項式というのは基下であります。でも標準表現。 そして規約表現の個数というのは代数の中でありますこの2つは離れているんですねこの規格と代数と離れているものをつなげるのに D カグンというものが使われるということになりますで、実際に解析 というものを見まして D D 化群というのはもともと台数の対象でありますでもえしかし貝はこの D 化群を使って た解析が必要というわけでありますで、この解あるいは結果における個体というのが台数とつながるわけであります 標準表現の中にそれが入っているわけです。で解析をすること。解析において d。加群。と、その解ができて、それで果樹断裂してえ多項式が解けるというわけです。帰化と代数をつないだわけですね。このやり方で。 カジュダンリスティ予想を証明することができるわけであります。でその鍵となるのがこの D 家軍への重要性ということになります。私の 最初の海外への研修というのは1972年でした。ニースの大学のアンドレ・マルティニュー教授が佐藤先生と河合さんと私を72年73年1年間招聘してくれたわけであります。 マルティノーさんはフランスの数学者で佐藤の超関数にいち早く着目しておりましたしかし悲しいことに私たちがニースに到着する3か月前に癌で亡くなってしまいました。 佐藤先生と河合さんは小兵教授として免かれておりましたしかし私はフランス政府給費留学生として免かれていったわけでございますでこの小学生は 三ヶ月フランス語を習わなければいけませんで、私はブザンソンというところで語学研修をいたしましたフランス語を学ぶためですこれがブザンソンの写真でございます川があって、えー、素晴らしいところでございました このブザンソンというのは日本ではあまり知られていなくてしかし小澤征二さんが国際指揮者コンクールで優勝した場所であります。わ若いこのオーケストラの指揮者。 たちがまあこの国際コンクールで競ったわけですけれども、で当時私は英語も満足に喋れませんでしたが、フランス語はもっとダメです。した全く喋れなかったんですね。しかし、え三ヶ月の語学研修を二ヶ月に減らしてもらってですね。 9月にはニース大学に向かったわけでありました。でニースに1年滞在したのですがフランス語は全くしゃべれるようになりませんでしたまず最初は相手が何を言ってるか全く分からないという状態でした。その後 京都に戻ってから1年ほどして、またフランスに行ったんですね。えー、驚いたことに聞き取りができるようになってました。そしてちょっと喋れるようになったのですね。これは驚くべきことでしたというのは。 日本にいる間はフランス語をしゃべる機会は全くなかったわけでございます多分私の脳はフランス語を消化するのにこれだけの時間がかかったのではないかと思ってます。そして1年間だったらちょっと消化できてフランス語がちょっとだけできるようになったのかと思います。ピピエール・シャピーラ 私の友人でもあり共同研究者ですけれどもピエールさんはマルティヌの下で学位を取りましたで佐藤長官を研究しておりましたそして谷口シンポジウムに71年に招聘してくれました。 これが我々の関係の始まりですここに写真がありますシャピラと私の写真です70年頃の写真かと思いますシャピラさんのパリの自宅での写真です私が申しましたように線形変微分方程式の解は 複素数の空間ではきれいに解けますこれはコーシー・コバレフスカイアの定理の通りですですから原理的には簡単な複素の場合から実の場合の欲しい情報が得られるはずなんですねこのアプローチが実際に大きく進展したのは シャピラとの共同研究のおかげでございますで、層の超局所解析に成功したというわけでありますまあ、層と言いますのは数学では非常に重要な言葉ですこれは局所と帯域をつなぐものとなっております局所と言いますのは えそうですね、空間のある点のすぐ近くを見て分かる事柄です。対域といいますのはこう全体を見る、まあ、空間をすべて見渡すさないと分からないような性質を言っております。 ですので、えーまあ、図形が繋がっているということで、えー、見るのは、まあ、帯域的な性質と言えます。こちらにある図をご覧ください。えー、一つ目はあ普通の帯。そして、えーえー、左側にありますのがメビウスの帯と言います。メビウスの帯と言いますのは、まあ、普通の帯を使いまして、えー、途中で切りまして、その端を 持ち、一度ねじるいまして、それをもう一度付け合わせるとできる帯のことをメビウスの帯と申します。ですので、局所的には、えー、もちろんどちらも帯という意味では区別がつかないわけなんですけれども、まあ、大気的には全く違ったものと言えます。 それでは層の歴史についてですけれども、層と言いますのはもともとルレという人が導入いたしました。そしてそれを用いまして、まあ多数、多変数関数論というものを建設したのがカルタンでした。その時に、この不定期イデアルという層の原始的なアイデアというのは、 岡清という人が考えたものでありましてそれが非常に大きな原動力となったと聞いておりますこちらがルレーの写真そしてカルタンそして岡氏の写真となります左から右に順番に並んでいますですので、まあ、ルレーは 層というものをフランス語ではフェソと名付けました。まあ、フェとといいううのは束という意味になりますで数学では関数といいますのは数字を書く点に合わせるものになりますけれども層といいますのは 空間の各点に集合を対応させるやり方と言えます。そして、ルレイはそれを考えまして、その束にするというような意味合いから、それを例えて、このフェソーという数字を命名していたしました。現代の数学では、 まあ非常に基礎的な言語となっておりまして、そして、え代数解析でもよく使われております。まあ、こういったいろいろな詳細を話させていただきましたけれども、この例がこういった層について話し合いをいたしまして、そして次に、 えー、あ、え、それで、えっと、すみません。超極所解析の発端というのは、まあ、実の空間の関数が複素領域のどの方向からの境界値の和で書けるかを予報校という概念を用いたものでした。 そしてここでは詳しく述べませんけれども「要接続すなわち空間の点と「予方向」を込みにした空間で層を詳しく解析する理論をシャピラと開発したものになっておりますこれが層の所解,解析です。 で、まあ、これを用いますと、代数方程式の場合と同様に、比較的単純な複素の空間の場合から、あ線形、えー、微分方程式の解の実の空間での欲しい情報を取り出すことができます。えー、それではこれで最後のページとなりますけれども、まあ、現在こそ昔ほどではありませんが、まあ、数学者は他の分野に比べまして、 まあ共同論文や共同研究ということを行うことがあまりありませんでしたただ私は数学者の中では共著の多い方でして40人ほどの方々と共著論文を書いておりますこのこういった共同研究の中で共同研究者から他の分野を教えてもらったこともま大きな収穫であったと言います例えば 超関数と表現論に関するヘルガソン予想と呼ばれるものを岡本清本先生から学びました。そしてその頃にはこの表現論というのはほとんど知らなかったんですけれどもその その表現論に関しまして、岡本先生に、その共同研究の中で教えていただきました。そして、カジュアルリシティ予想にも、それが役に立ちました。 ですので、まあ、このようにたくさんの共同研究者に恵まれたこと、非常に私の幸運だったと思います。ですので、この機会を借りまして、共同研究者の方々に感謝の意を表して、話を終わりたいと思います。ごご聴ありがとうございました、um, yes, そうしましたら皆さんからのご質問を取りたいと思いますがご質問いかがですかじゃあマイクをお願いしますありがとうございました 今後10年、20年でこういう理論が見たいと思われるものを一つ選んでください。何がいいと思いますかいや、難しいですね、それは。数学の問題。では、今おっしゃることは一番難しいですね。例えば、私自身としますと、 私は短期的なプロジェクトですけれども。 ノーーススキュアクラスターアルジブラというものかと思います他のプロジェクトとしてはここで説明しなかったんですが私は D 加群を開発しましたそしてレギュラーフォーノミック D 加群というもの ですしかしイレギュラー D 家ンというものに関しても研究をちょっとしましたこのイレギュラーなものに関してしかしあまりよく理解されてないと思います。これをもっと理解されるようにするということ。 大きな課題です。でも難しいと思います。何が重要で何が重要でないかっていうことをイレギュラー D カ軍では申すことができません。でもこれは D カ軍の大きな課題の一つかと思います。そうですね。 じゃ、代数解析の将来はいかがでしょう。どう思われますか。イレギュラー。というものが。あ、興味深いところ。と思います。他にはご質問いかがですか。 私は普通あのリニアディフェレンシャルオペレーターに D モジュールはあノンリニアの話ですか例えば佐藤さんもノンリニア非線形の 理論をやろうとしたと思います。で、まあ成功しませんでした。あ、興味深い課題ですが、まだ今のところは我々理解できてないと思います。重要なことはもちろん、えっと非線形への あの微分というものがあるんですがすごく大きな分野でありますですので我々は興味あるプロパティというものを非線形微分から取り出して分析することが重要かと思いますでもこれはまだ理解されておりませんこれは本当に難しい 大きな課題だと思います、えー。講演ありがとうございました。過去1年間で、えー、この層のあの学習ちょっとしました。でこの層に関して。 どうどうしてこれがあそんな強力なものでいろんな側面で数学で使えるものなのかよくわからないんですねこのソウというアイディアは D カグンでどういうふうにあなたは思いついたんですかこれは自然な考えですソウというのは極 局とと全体をつなげるものと言いましたね例えば関数とか解を見てみると2つの側面がありますよね局所と全体と局所というのはものをつなげなければいけない局所を見るのは 比較的容易ですが、それから全体を考えなければいけない。それをするのに層が必要です。ですから大変適切なまあ言語ということが言えるのではないかと思います。えっと D カ軍というのはあの。 標準表現へのいい答えになるとおっしゃった意味を伺いたいんですがそういうことを言ったんではありません私が言った今意味は「えジュリステヒ予想 に対する答えというのは。というところが。えっと、表現論への出発点であった。ということを申し上げたわけです。ありがとうございました。二つ前の。 カテゴリー・ティオリオポトポロジーそれから機関に発展してそして D ・下ンで大数に解析に結びついたその方向が続くと思いますがはい思いますもうそれは始まっていると思います。他の分野にも波及してますね 例えば理論的なコンピューター科学ではすでに使われてますねですからいいい理解の仕方だと思います数学の研究の対象としていいものだと思います。 私はじゃあ若い数学者に何ていうアドバイスをお願いしたいんですかそうですね私の人生のお話をしました。例えば私だと 佐藤教授との出会いが重要だったどうしてかというと彼から新しい数学の作り方あるいはあなた自身の数学を作り上げるやり方を,を彼から学んだわけですね。ですからそれが重要ですね。 もちろん現在の数学を習学ばなければならない理論もたくさん学ぶことはあるんですがそれだけでは重要ではそこが重要ではないあなた自身の数学を作り上げることが大変重要ですというのが私のアドバイスになるかと思います。 他に何かごご質問ございますかかそれでは私から質問ささせてください、まあ非常にたくさんの共同研究者の方がいらっしゃるようですけれどもどのように出会うことができたんでしょうかまあいろいろな形式がありましたけれども会議で出会った人とか。 時にはまあ論文を読んであこれいいなと思ったらこうコンタクトを取ってみるとかまあいろいろな方法で出会っています。うううまあそう,こうしている間にまあたくさんの共同研究者に恵まれたというところでしょうか。 このような形でお答えになってますでしょうかまあ、これは若い者へのアドバイスというのは、まあ、非常にオープンに人と出会っていくということも言えるのでしょうかねそうですね。それも重要ですね。<noise> まあ、そうですね。もう少し申し上げたいことがございます。 もちろん自分自身の数学を見つけるということが非常に重要で、それがクリエイティブな部分ですけれども、自分自身、自分だけでそれをするのではなくて、周りの人、いろいろな人と出会って、そういった人から学ぶということももちろん非常に重要なことだと思います。そうですね。その二つが重要だと思います。他に質問のある方いらっしゃいますか それでは、柏原博士の素晴らしい講演に拍手でお礼をもう一度申し上げたいと思います。ありがとうございました。